明治30年代に撮影された陸軍方向学校。陸軍方向学校は、かつて東京府牛込区若松町に所在した大日本帝国陸軍の教育機関の一つ。1889年設置。1941年に陸軍科学学校に開祖された。現行の陸上自衛隊では技術高級課程に相当する。陸軍方向学校と、 周辺地域明治22年5月31日に設置された方工学校は、方兵化、公平化商工の専門教育を目的とし、入学資格は2年以上タイムに服した、方兵化及び公平化の注意、小位で、修学年限は2年と定められた。官軍部の方兵官並びに、公平官の霊下に位置づけられていた。方兵化、公平化商工の教育は、 方校学校が設置されるまでは、陸軍士官学校が受け持っており、不評科などの生徒が卒業した後も在学して、就学していた。当時士官学校では、士官の候補たる学生を士官生徒と呼んでいたが、方校科学生は、小委任官後も生徒であるため特にこれを、小委生徒と呼んでいた。明治年月、入学資格が化、化に改められ、 官軍の直令に改められた。陸軍士官学校を卒業し任官した方向領下の将位は等しく入学することとなり、約1年半の修学の後3分の1から4分の1の優秀者が選抜され1年間の高等教育を受けた。普通科と高等科に分かれたわけであるが、高等科の卒業生のうち、さらに優等と認められた学生には、恩師の軍等が授与された。 公兵化、公兵化の優秀な将校は、陸軍大学校に進まないことが多かったが、人事の面では、方向学校高等科を優等で卒業した者は、陸軍大学校卒と同等の扱いを受けた。明治25年11月卒業の高等科、第1期から昭和8年11月卒業の高等科、第39期までは、 一部を除き各機砲兵2名、工兵1名の3名ずつ、優等卒業生が認定され、昭和9年11月の第40期からは、各兵が1名の2名となり、昭和12年11月の第43期卒業生を最後に、優等卒業生制度は廃された。高等科卒業生のうち、さらに技術商工としての修学を望む者には、東京帝国大学理学部及び、 工学部員外学生として派遣され高等教育を受ける道があった。派遣期間は3年間。兵器技術者養成が目的で、対象10年から京都帝国大学が昭和10年以降には、その他の帝国大学も派遣対象に加わった。また外国へ留学した例もある。昭和10年から気象の作戦に係る教育を受け持つ気象部が設けられ、気象部は、 昭和13年に陸軍気象部として分離、独立した。日中戦争などの影響から方、公平化に限らず、科学技術の習得が重要になったため、昭和14年から憲兵化を除く、全兵化が入学可能となる。昭和16年8月1日をもって、陸軍科学学校と解消し、昭和19年10月31日に閉鎖された。なお、 昭和11年2月26日に起きた2.26事件では陸軍方向学校生徒であった安田雄砲兵将尉が反乱部隊に加わった。ありがとうございます。